浜駅は、かつて、茨城県なめがた市にあった、鹿島鉄道鹿島鉄道線の駅である。2007年4月1日、鹿島鉄道線の廃線に伴い、廃駅となった。かつては、鹿島神宮へ向かう、自社定期線の発着口に隣接し、乗降客も多かった。末期、短式ホーム一面一線を有する地上駅であったが、それ以前には、 島式ホーム一面二線を有する構造であった。ホームは線路の東側に設置されており、ホーム上に待合室が設置されていた。1963年より無人駅でホーム上にある待合室内には、運賃表、時刻表等なほか、駅資金に群落がある浅座の写真などが展示されていた。この待合室は廃止後、行方市玉造港にある、 道の駅玉作りに移設されている。当駅は湖岸に近い駅で、踏切を渡った側に、霞ヶ浦が広がる。湖岸付近には、発電がある。まとまった集落からは、外れており、列車が出た後は、大変静かである。浜集落は当駅から南へおよそ700メートルのところにある。駅舎はないが駅前広場はあり、駅を背にして、少し進んだところに、 国道355号がある。その道を右へ進んだところに、鹿島鉄道線撮影の名所である古戦橋がある。駅前には、商店やトイレ等の施設は、全くなく、民家が数軒あるのみである。ただし古戦橋を渡ったところに、小さなイタリア料理店があり、東駅付近で、唯一の店となっている。ありがとうございます。